はい、皆さんおはようございます。奥津キッチンです。今日はですね、ベストボディジャパン日本大会の当日になります。去年はですね、僕もここの両国国技館のねステージに立って大会に出場していたんですけれども、今日はですね観戦に来ておりますので、そちらの Vlog を撮っていきたいと思います。中はおそらく一眼レフの撮影はできませんので、携帯での撮影になるかと思いますが、撮れるところを撮って収めていきたいなと思います。それでは行ってみましょう。日本大会は2022年から両国国技館で行われております。ベストボディジャパンは大会動画に関しては1分以内にしなければならないというストリクトなルールがあるので、ちょっとしかお見せできないのですが、僕がコンテストを通じて知り合った方々の動画を中心にまとめてみましたので、そちらをお送りさせていただきます。コンテストに出ることに関しては、もちろんその大会を目標に過去一の体を作るとか、ダイエットにチャレンジするとか、様々な目的があると思うんですが、僕はコンテストを通じていろんな方と知り合えるということも大きな楽しみにしております。同じコンテストに出た方は一緒に戦ってきた仲間っていう意識もあって、そこでつながりができますし、 SNS でつながって皆さんの頑張っている姿などを見ると、頑張らないといけないなと自分も刺激になるので、コンテストに出ることはそういった楽しみもあるかなと思っております。ということで、もう1分経ってしまいますので、これから選手の方にインタビューをしていきたいと思います。ゆうやさん、成瀬くん、お疲れ様でした。お疲れ様です。どら焼きありがとうございます。はい、どら焼き食べてください。はい、どら焼き最強なんで、脂質 1.1 しか入ってる、まあ、めっちゃいいっすよ。最高っす。去年から戦ってきた成瀬くん、一昨年か、はい、もう3年連続前橋大会一緒だったんで。そうっすよね。どうしっすね来年はもうバルクに徹するってことで。お疲れ様でした。お疲れ様でした。堂々としてたね、本当に楽しかった。楽しかったです。ありがとうございます。ベルちゃん、かやちゃんです。20代19歳と22歳。はい、お疲れ様でした。ありがとうございます。九州の福岡大会でインタビューさせてもらったはるちゃん、はるちゃんでした。で、そしてお仲間の20代のクラスのガールズクラスのかわいいね。で、九州で名古屋で沖縄。お疲れ様でした。はーい、チーム沖縄。チーム沖縄。おまちゃん、マジで、まだ食べれないと思うけど、おまちゃんでも。おまちゃんです。はい、ちゃんです。ここはチーム何？宇都宮です。あ、チーム宇都宮、そして沖縄、3人で。お疲れ様でーす。ガールズクラス。応援していただいて本当にありがとうございます。ちょっとダメでした。お疲れ様でした。ちょっと今日2年連続ダメです。なんかカレーの前でなんかやってるなと思ったら。ちょっともう悔しいっすね。いや、ケンゾーさんね、あの。はい、整体受けてる時にね、はい、あのちょっとご一緒させてもらって。そうなんですよ、はい、本当にお二人たちはね、奥津キッチン本当に、いえいえ、とんでもないです。参考にさせていただいて、いえいえ、とんでもないです。ケンさん、これお土産です。あ、いいですか。はい、 ありがとうございます。いただきました。あの、癖のある動画を撮ってて、めちゃくちゃ癖になるんで、ぜひ見てください。ありがとうございます。お疲れ様でした。林さんは、ベストボディの何クラスになるんでしょうか。マスターズですね。あ、マスターズ、ね、モデルのマスターズ、モデル、あ、モデルのマスターズね。46歳ってさっき聞いて、めちゃくちゃ見えないですよね。いやいやいや、マジでイケオジだなって思って。もう一回いいですか、腹筋見て。見てください、これ。ミッドセクションがめちゃくちゃ綺麗ですよね。ね、腹筋が綺麗。また次も頑張ってください。はい、来年も、はい、美味しいもの食べてください。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした、トップ10入り。ひとみさんは悔しかったけど、すごかったわ。サラリーマントレーニーでね、ちょっとあの2人ともつながってね、コンテストで頑張りましたね。また出直していきます。出直し、今年はね、とりあえず終わりましたけどね、まあちょっと体もね、
ゆっくり休めて。大変でしたね、2人ともね。コンテストシーズンで、コンテストばっかりでね、ずっと減量でしたね。また来年も一緒に頑張りましょう。はい、まさかの、 あの村下さんとお会いしまして、そして村下さんのクライアントさんの山本咲です。山本さん、すごいっすね。トップ10入り。しかも社長でめちゃくちゃ忙しい。あ、そうなんすね。村下さんが指導されてたんですか。元もう今は完全にご自身で、はい、バリバリされてます。なるほど。時々お伺いして。あ、時々村下さんも大会出てください。頑張ります。美味しいものいっぱい食べて、はい、これからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ミカリンお疲れ様でした。なんか髪の毛すごいね。ちょっとイメチェンを測ってみたんですけど、ね、なんかあのエヴァンゲリオンの総流アスカラングエイみたいな感じになってる。アスカみたい。でもアスカ意識しました。めちゃくちゃいい髪色。はい、ミカリンお疲れ様。ありがとう。どら焼き、ありがとうございます。頑張ります。ね、頑張って。ミカリンは2年前かなの長野の大会で一緒になってね、もうずっと頑張ってる姿見てたから。私もいつも奥くんのキッチン見てます。ありがとうございます。じゃあお疲れ様でした。はい、ということでベストボディジャパン日本大会終わりまして、今ちょっとこちらのカメラ仲間の村下さんと合流しまして、居酒屋に来ております。いや、すごかったっすね。すごかったっすね。年々レベル上がってますね。年々ね、レベル上がってますね。トップ10の人とか、もうどの団体行ってももう優勝できるんじゃないかっていう人がね、ゴロゴロいましたね。ということで、あの私たちもね、来年はあの大会に村下さんも出るって言ってたんで、ほんと頑張らないと。今年は出るって言ってて、はい、結局出なかったじゃないですか。己に甘えました。僕は覚えてますよ。はい、カメラ漫画で一番己に甘い男です。いろんな人もね、とって刺激を受けているはずなのに、にもかかわらずまあ、お忙しいのもね、ありますしね。いや、でも全て言い訳ですだってね、今日それこそトップ10だった人たちって、うん、ね、経営者の人とか社長さんとか絶対多いですし、ね、村下さんのクライアントさんもね、うん、いましたし、ね、あ、そうです、そうです。多分一番忙しいですよ、あの人は。あ、まあ、そんな中でも体作り上げてるっていうことで、ね、我々もちょっと負けてられないですね。本当に頑張らないと、はい、いつまでも言い訳ばかりの男ではいられない。そうっすね。来年は頑張りましょう。頑張ります。体作りも仕事も一緒に。また村下さんといろいろとこうちょっと動画撮ったり写真撮ったりとかもしていきたいなと思うので、また引き続きよろしくお願いします。お願いします。じゃあ今日はありがとうございました。バイバーイ。